こんにちは、速稼塾の久保です。世の中にお金を稼ぐ方法って山ほどあるんですよね。山ほどあって何をすればいいのか困るぐらいです。右を見ても左を見ても上を見ても下を見てもね、お金を稼ごうと思う方法はたくさんあるんですよ。これもうちょっと分かりやすく言うと、お金を稼ぐ方法があるっていうことはどういうことかっていうとね、人が困っていることを解決するとありがとうと言ってお金を払ってくるんですよね。だから人が困っていることや人がストレスを感じていること、人が悩んでいることにきちんと耳を傾けて、その人のためになることをすれば、それはお礼が来るって話なんですよ。本当にね、これ山ほどあるんですよ。ですんで、例えばね、お金がなくて困ってますっていう風な気持ちを持たれている方は、だから誰かに助けてもらったらお礼をねする気持ちが出てくると思うんですよ。ということは、お金に困ってる方って人が困ったことを解決しない側面もあるっていうふうに考えていくと、なんかね、一歩前に進むと思うんですよね。もちろんそればかりではないかもしれませんし、究極ね、人を助ける余裕がなくて、しかも自分も困ってるっていう状況の方もいると思うんですよ。でも私は思うんですけども、生まれてこの方ずっと困ってたのかなって考えると、そうではないような気もします。だからよくよくね、悩みを抱えてる人の生い立ちとか現在の状況とか将来性とかってのをしっかりと聞き取っていかないと、的確なアドバイスができないっていうのが本当のことなんですよね。ですんで、コンサルっていうのが入ってくると思いますし、触れ合って知り合って信頼関係を作るっていうプロセスが絶対必要なんですよ。そう考えると、どうでもいいから早くお金稼ぐ方法1、2、3で教えてくださいっていう人に対して何を提供すればいいのか分かんないですよね。それこそ現金を、はいどうぞってあげろってことなのかなっていうふうに思っちゃうんですよ。でもあくまでも私は現金を、はいどうぞはいどうぞって配るお金配りおじさんではないですから、稼ぎ方を教えますと。それは全然構いません。でも人には適性とか好き嫌いとか力量がありますから、誰にでもですね、 YouTuber になって稼ぎましょうって言ってできない場合もあると。誰にでもですよ、 FX やって稼ぎましょうって言って稼げない場合もあると。だからその人が何だったら最小限の労力で意欲を失わずに現金を手にするところまで自力で進んでいけるのかってことを考えないといけないんで、それはね、やっぱりこうすり合わせる最初のミーティングっていうのが必要になってくるんですよね。ですんでね、稼ぎ方教えてくださいっていう風なメール1行だけでは私はちょっとね、手助けができないんで、もっともっとね、掘り下げてご質問いただきたいと思います。ということでですね、ネタがないっていう人がいますよね。吉谷さん、本題ですよ。ネタがないっていう人、ネタがなければそれは情報発信やらないでくださいってことなんですよ。ネタがないってことはないんですけども、ネタに気づけないんですよね。で、例えてみればですね、歩いてる時にタンポポの双葉が咲くのかどうか分かりませんけども、タンポポの双葉がパッと開いていてね、それに気づかずに踏みつけてタンポポを殺してしまうっていう行為を日々してるってことなんですよ。で、私もそうだし吉谷さんもそうだし、情報に気づくってことはパカッとね、双葉が出ている、地面からは顔を出している、いや、そればかりか地面に顔を出してもいないのにそこにネタがあるっていうふうに感じて足を踏む直前で避けるっていうことをしてるってことなんですよ。で、そうでもしないと世の中にあるたくさんのね、情報の中から何かを取り出すってことはできないと思います。その一つの情報からいろんな側面から見て、いろんな切り口で情報をね、想像してるわけなんですよ。ネタを想像してるんですよね。でも考えてみると、情報発信を仕事にしたいって人がね、ネタがないっていうのはどういうことかっていうと、情報がないって言ってるのとイコールになっちゃうんですよ。でも情報がないってことありますかね。朝起きたらすぐに夢を見たか見てないかっていう情報はありますよね。顔を洗います。鏡の前に映ってるのは自分の顔という情報ですよね。顔を洗うと冷たい、あったかい、いろいろ感じます。それも情報ですよね。その結果、自分が今日どういうふうに生きていこうかな、どういうふうに頑張ろうかなって考えるのも情報です。これ、今お話した起きて顔を洗うっていうほんのね、数分の中に、私は無限に情報があると思います。それを別の角度でいくとかね、こっちの角度からいくとか、客観的に他の人から見たらどうか、自分が女性だったらどういうふうに感じるか、まさに情報ってどん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 広がっていくんですよね。そういうふうな情報というストーリーの中で、人に動機づけることによって誰かを癒したり励ましたり慰めたりすることができるのが情報発信なんですよ。最近ね、私ね、特別定額給付金というテーマで動画を出してるんですけども、ここで一番多くの人に、気づきを与えられた、価値を与えられたのが何かっていうと、私たち国民はね、
権力者に物申す、そういうふうな手段がないっていうふうに多くの方が感じてました。でも私は放送の中で官邸にメールを送ることができますよと、官邸のホームページには国民の皆様からの意見を募集しているフォームがありますよってことをお知らせすると、あ、こういう方法で自分の気持ちを届けることができるんですねっていうふうになるんですよ。で官邸にメールを送ると返事が来るんですよね。で似たようなメッセージを複数の別の方が異口同音で送ると、国民の方はこういうふうなことで一致してるなっていうのが権力者に伝わりやすいんで、政策も決めやすいってことになります。これ筋が通ってるでしょ、ロジカルですよね。でも残念ながら官邸にメールをする人が少ないんですよ。もっと言うとね、官邸にメールなんてできるわけないっていうふうに何もしないのに思ってるんですよ、思い込んでるんですよ。でも官邸にはホームページがあり、官邸にはメールアドレスの入力フォームがありってことを知ってる人、知らなくてもそれがあるに違いないと思ってる、こういう思い込みの私みたいなのは官邸にメールぐらいあるんだろうと思うんですよね。あと官邸ってのは住所がありますから行くこともできる、官邸には手紙も届けられる、当たり前のことですよね。日本国内住所がないところなんてどんな秘密基地でもないわけですから、そういうことをね、動画の中でお話しすると気づいていただくことができて、くすぶってるだけの人がやってみようっていうふうな気持ちになるんですよね。これも一つのネタですよね。ちょっと余計なことを申しますと、これには続きがあって、麻生太郎財務大臣ね、当然事務所があります、福岡です、出身の福岡に麻生太郎事務所があります、メール、ファックス、電話番号あります、事務所自体がありますので訪問もできます。で菅総理の事務所もあります。これ吉原の近くだったと思いますけども、当然行くこともできるし電話もかけられますし、電話をかけたら対応してくださる方がいますね。ということで私たちの国民の声はこんなに簡単な方法でいくらでも届けることができるんですよっていう風な放送をずっとしてるんですよ。でその中に特別定額給付金の第2弾、もしくはベーシックインカムってものをぜひね、希望してる方はどんどんそこに声を上げてくださいっていうことを私は放送の中でやってるんですよね。そうするとたくさんの方がね、なるほど、久保さんの言うことは本当に学びがありますと、目から鱗ですみたいなね、うん、これもネタじゃないですか、うん、だからね、これちょっと悪いことを言いますけども、ちょっと怒らないで聞いていただきたいのは、官邸にメール、菅総理の事務所に電話で、麻生財務大臣の事務所に電話っていうのは、私は当然のこととしてそのぐらいはみんなが知ってると思ったんですよ。でもね、実際は気づいてない人ばかりなんですよ。ネタに気づいてないんですよ。情報が自分にとってネタになる、それが自分の行動原理になるってことが結びついてなくって、ただ権力者には自分たちの声は届かないに違いないと思って腐って終わっていく人、結果声を上げる人がいなくって、権力者にすごく近い人がそういうふうな方法を知ってる人が声を上げるから、そういう人たちの思うように国は動いていって、不満を抱えている人でプラス行動しない人の声っていうのは、意思っていうのは永遠に届かないわけですよね。でもこの日本という国は思い通りにいかなくって困ってる人の方が絶対に多いんですよ。でもその人たちは協力もしなければ行動も起こさない人が多いので、そういった苦しい人の暮らしっていうのは権力者に届かないんですよね。権力者に届くのは権力者から恩恵を受けてどんどん住みやすくなった人ばかりなんですよ。だから暮らしが苦しい人もちゃんとね、権力者に声を届けて、その分見返りをいただいてね、配慮をいただいて、どん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 暮らしやすくなって楽になって余裕が出てきたら、権力者にありがとうってなると思うんですよ。そうなったらさらに恩返ししてもらえるんで、既得権益者と仲のいい人たちの出来上がりってことなんですよね。で1億人全員に忖度できるような官邸ができると、権力者ができると、みんな良かったね良かったねってことなんですけども、なんせね、連絡先があるってことを思いもしない、要するにネタに気づかない方ばかりなんで、そこを気づかせてあげる人が必要だなと私は思って動画をいっぱい作ってるんですよね。これ気づかない人をバカにしてるわけじゃないんですよ、うん、やっぱりね、人の思考っていうのは言われて気づくことが多いんですよ、うん、だからそれは当たり前のことだと思います。で私が言っても連絡しない人もいます、言っても気づけない人、これはね、これはちょっとどうしようもない、対処できないんで、繰り返し語り続けることと、きちんとね、連絡して反応があった、もしくは実現した結果が見える形になって、あ、本当だっていうふうに気づいていただくことぐらいしかないかなと思います。で今回の動画のまとめになりますけども、ネタがないっていうのはね、ネタを探す能力がないっていうふうに言い換えることができます。
そういう方に情報発信業はもう無理なんで、別のことをやればいいんじゃないかなと思うんですよ。人にはそれぞれ適性ってものがあったり、身の丈ってものがありますから。であとはね、着物と同じように柄っていうものもありますよね。そう考えていくと、それぞれの持ち分でできることをしっかりやるしかなくって、例えば自分の力量と持ち分ってものがはっきりした時に、個人的にそれが気に入らないっていう現象も起きてくるんですよ。じゃあ気に入らなければ、気に入る場所に出かけていくための自分の身の丈ってものを変えていかなくちゃいけないかなっていうところですよね。で、私は麻雀店勤務という麻雀店の狭い空間の中が全てだった時代、39歳までと40歳からは、世界の情報を相手にして、時代ですとか地域ですとか、そういった空間に縛られないようなね、そんな情報ってものを今商品にしています。ですから私が話す内容で気づかせる、気づくことって多いと思うんですよ。これがだから私の提供する価値ですよね、情報価値ですよね。で、私の発信で気づきが全くなかったら、視聴者はゼロのままだと思います。まあですんでね、今1万3000人ぐらい、今晩中に1万3000人チャンネル登録いくと思いますけども、1万3000人の人が行動するようなことは発信できていたのかなっていうふうに振り返るばかりでございます。これはね、逆に言うとね、取りこぼしてる人が10万人100万人規模でいるってことなんですよ。ですから私もうちょっとね、情報を受け取る人の気持ちになった、そういうふうな情報発信を、そして演出をしなければならないのかなっていうふうにだんだん気づき始めたところですよね。だからね、言われないと気づかないことって私でもね、山ほどあるんですよ。こういうふうにやってみないと気づけないこととかね。まあですんで、 YouTube とりあえずやってみましょう。その先にあなたの人生と黄金が待っているって話でした。それでは本日は以上です。